皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日はですね、7月の17日のね、そろそろね、時間は夜の7時になろうかとしています。今日はですね、稚内市は非常に気温が高くてですね、もう日中で最高気温26度とね、まあもちろんあの本州の方から比べるとね、26度なんて大したことないんですけども、まあ北海道のね、こういった北国に住む僕たちにとっては結構ね、過酷な気温だったりします。そしてね、さっきも言ったんですが、天気がすごく良くてね、ちょうどこう夕暮れのね、こうオレンジがかった、いい感じの色味がね、だんだんこう空の色っていうんですね、なってきたんで、今このね G6 プラスと、あとこのね RX100M5A を持って、ちょっと、夕方のね稚内の景色っていうのをね、撮っていきたいかなとね思っています。それじゃね、ちょっと外行ってパッと撮っていきましょうか。Thank you.
さあいかがだったでしょうか。カメラの設定の方なんですが、動画モードにして絞り優先にして30fps ですね。で、やっぱジンバルに乗せて運用するんで、あまりね、細かい設定ができないで、まあ、よっぽどね、黒つぶれとか白飛びがしない限りはね、もうほとんどお任せで、撮っていました。まあ、ゼブラパターンだけはね、表示させて、パッパと撮っていたんですが、まあ、改めてね、自分の撮った映像っていうのはこう編集しながら、確認してたんですがね、すごくね、せっかちっていうんですかね、まあ、僕自身の性格っていうのもそうなんですけど、どうしてもこうなんか映像っていうんですかね、そういったものを撮っていると、あ、なんかこう見てる人を退屈させちゃいけないんだみたいな、こう脅迫観念みたいなのがあって、もうすぐこうシーンを変えたりとかね、その本当はもっとこうじっくりそこにね、あのフィックスっていうんですかね、こう置いて、ね、風景をこうね、見せるはずが、なんかこうとりあえずなんかジンバルね、動かしてこう変化を無理やりつけようとしたりとか、うん、なんかそういったところがね、目立っていて、まあまあ一応編集である程度ごまかしたりはね、したんですがね、今回ね、そこが、少し反省点でした。まあ僕自身がね、なんだろう、こう好きな風景っていうか、こう好きな景色、好きな映像っていうのは、やっぱこう割と早くこうブワッと物が動いたりとかね、こう街中のネオンがこうすごいキラキラ光ったりとか、あとこう電車とかがね、こうブワーって走ってきたね、映像とか、まあそういった割と、なんでしょうね、都会的なっていうのかな、うん、そういったものが好きなんで、僕が住んでる場所とは、まあ、まるでね、その正反対の場所なんですよね。僕は本当田舎の方にね、住んでるんで、すごくこうね、静かでね、あんまりこう物の動きがなくて、他の代わりこう雄大なね、広大な土地があって、そういう景色がね、まあ、よく撮れるんですけども、うん、まあ、今後のね、反省点としましては、もうちょっとこのジンバルの使い方っていうのをね、考えていきたいですね。特に、景色とか風景をどうジンバルで撮るかっていうことに関してはね、まだまだ練習が足りないのでね、次回、稚内の市内とかをね、撮るときは、そういったところをね、やっていきたいかなと思っています。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういったジンバルを使ってね、風景とか景色どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。